ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級に団体統一王者、井上尚弥、大橋が25日、神奈川、横浜市内で会見し、12月26日に東京、有明アリーナで WBA&IBF 世界同級に団体統一王者、マーロン・タパレス、フィリピンと4団体統一戦を行うことを発表した。 勝てば世界2人目となる2階級での4団体統一の偉業。試合は NTT ドコモの映像配信プラットフォーム、レミノ、で独占無料制配信される。戦績は30歳の井上が25勝、22KO、31歳のタパレスが37勝、19KO、3敗。画像、これとやんのかよ、みたいな顔に見える。 体格差はどうか、井上尚弥とタパレスが並んだ2ショット写真。入場曲でも使用する、デパーチャーが流れる中、井上は黒いスーツ姿で登壇した。目の前には2本のベルト、今年を締めくくる大一番へ向け、高らかに宣言した。12月26日にタパレスとの4団体統一戦が決まりました。 バンタム級に続いて2階級での4団体統一がかかる、ものすごいでかい試合。バンタム級時代は4団体統一に4年かかったけど、今回は5ヶ月。コロナで失われた時間があったけど、それをものすごいハイスピードで取り戻せる。感謝申し上げます。今はメキシコ人のパートナーとスパーリングをし、いいモチベーションでいいトレーニング内容を詰めている。さらに集中し、 完璧に仕上げたい。皆さん、期待して応援よろしくお願いします。決まった瞬間は7月25日に勝利した瞬間なのかなと。なのであの試合に勝った一時のほっとした安心感と、そこですでにタパレスがリングに上がってきて次戦が約束された。気の抜けない感覚ではありました。井上は昨年12月にバンタム級で4団体統一。 年明けに4つのベルトを返上し、スーパーバンタム級に転向した。7月にスティーブン・フルトン、米国に挑戦し、8回 TKO 勝ちで2団体の王座を奪取。転向初戦で4階級制覇を達成した。直後に WBO 世界ウェルター級王者テレンス・クロフォード、米国が、史上初となる2階級での4団体統一に成功。 井上がタパレスを倒せば2人目の2階級4団体統一となる。相手の印象について、タパレスの試合をそんなに見たことがもともとなかった。タパレスの印象は本当にファイターよりのファイター。本当にゴリゴリファイターの印象だった、とコメント。しかし、試合が決まって以降に見返し、状態の柔らかさ、ディフェンスの上手さがある。思った以上に技術の高い選手と思った。 と印象が変わったという。この試合が2階級4団体統一がかかる試合、そんな試合でも圧倒的な強さを見せて勝ちたい。見ていただく方には KO 決着をお見せしたい、と宣言した。サウスポーのタパレスは4月にムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタン、に判定勝ちし、2団体の王座を奪取した。2019年12月に岩佐良介に11回 TK o 大負けしたが、 再起後は4連勝。日本人選手との対戦も多く、日本での試合に慣れている。この日は所属する MP プロモーションズのショーン・ギボンズ社長が会見に出席した。同社長は井上を横目にタパレスを代表してやってきました。彼は11月にフィリピンに戻るが、現在はラスベガスで調整している。彼はフルトンと違って日本にガチに来る。 日本にも慣れている、とコメント。大橋会長、モンスター・井上選手にも深く感謝しています。皆さん、この試合を楽しみにしていてください、と話した。12月26日の工業カード、WBA、WBC、IBF、WBO 世界スーパーバンタム級王座統一戦12回戦。WBC&WBO 王者、 井上尚也、大橋 VSWBA&IBF 王者マーロン・タパレスフィリピン日本バンタム級タイトルマッチ10回戦モンスタートーナメント決勝王者堤聖也門エビ宝石 VS 同級3位ーー穴口一樹新生。8回戦 IBF 世界スーパーライト級10位平岡アンディ大橋 VS セバスチャン・ディアス、メキシコ、54.5キロ契約8回戦、東洋太平洋スーパーバンタム級王者、武井良樹、大橋。VS マリオ・ディアス、メキシコ、49.5キロ契約8回戦、日本ユース・ライトフライ級王者、坂間ナン、ワールドスポーツ。VS ジョン・ポール・ガブニラス、フィリピン。